皆さんこんにちは。始まりました北九州人図鑑。この番組は北九州で活躍されている方をゲストにお招きし、その方の人となりに触れるトーク番組です。進行役は J コムアナウンサーの島田愛です。よろしくお願いします。今回も新型コロナウイルス感染防止策としてリモートでお話を伺っていきます。そして今回第81回のゲストは門司港レトロビール株式会社会長の宮本翔吾さんです。宮本会長、よろしくお願いします。はい、門司港レトロビールの宮本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は門司区東港町にあります門司港地ビール工房の醸造工場の中で距離をとってお送りしています。会長、こちらの工場まだかなり新しいですよね。はい、一昨年2018年に完成したばかりの新しい工場です。はい、今日はこちらからお送りしていきます。そして今回のトークテーマをご紹介しましょう。1つ目、たくさんのご縁をつないで。2つ目、レトロの街で地ビールを。3つ目、本物を作りたいとなっています。では1つ目のテーマ、たくさんのご縁をつないでからお話を伺っていきましょう。はじめに宮本会長のご出身はどちらでしょうか。私は北九州市小倉北区木町で生まれ育っております。5人兄弟の末っ子で、すくすくと甘やかされて育っております。兄たちの所作等を見て育ったんで、まあそれなりに良い子だったと思います。学生時代に何かこう熱中していたことっていうのはありますか。そうですね、中学時代から軟式テニスを始めまして、まあ、中学時代は県大会で2位まで来ました。でその後高校もテニス部で、頑張りまして、大学ではテニスを続けましたけども同好会という形で、その後ずっとテニスを楽しんでおります。学生時代、将来の夢っていうのはありましたか。そうですね、まあ、中学時代ですから、電気等を読んだ中で、本田宗一郎さんの本を読んで、やはりあの方のような技術者になりたいという思いを強く持っておりました。私が色弱という、まあ、目の病気といいますか、それを持っておりまして、中学から高校になるときに理科系には進めないということが判明しまして、技術者を諦めて俗に言う文転、文化系の方に進むように心を切り替えました。高校はどちらの高校に進まれたんですか。はい、小倉高校に行かせていただきました。小倉高校に進学されて、その後の卒業後の進路というのはどちらに進まれたんでしょうか。はい、卒業しまして、まあ、勉強してなかったもんですから、大学は落ちまして、予備校に通い1年間、この1年間はそれなりに勉強しまして、大学は慶応義塾大学の経済学部にどうにか滑り込むことができました。じゃあそこで初めてこう北九州を離れられたっていうわけですよね。そうですね。なんか楽しかったこととかありますか。大学生活は楽しかったです。まあ、勉強は少ししかしませんでしたけども、やはりテニスの仲間がずっと常に周りにいて、その中で、生涯にわたる友も何人もできました。大学ではどんなことを学ばれたんでしょうか。大学は一応経済学部ですので、経済学部の必修科目等を勉強し、慶応はゼミというのが選択になるんですけども、その中でアメリカ経済史という岡田ゼミというのに入らせていただきまして、アメリカ経済史を、まあ、その当時たった200年の歴史ですけども、その歴史を経済史を学ばせていただきました。実際に海外の方にも行かれたんですか。はい、ゼミの中に海外留学されて戻ってこられた方もいまして、その方たちのお話を聞いてて、自分もぜひ機会があればアメリカで勉強したいなと思いまして、卒業する前に、アメリカの大学の方に
願書を出しまして、卒業後アメリカの方に渡りました。はい、そして北九州に戻ってくるきっかけっていうのはその後どこかであったんですかね。ですね、アメリカで、はい、就職しようかと思ったんですけども、うん、何社か受けましたけどもうまい具合に行きませんでしたんで、だったら日本に帰って、就職しようということで、アメリカでの就職を諦めて帰ってまいりました。でまずは、日本の企業に就職されたっていうことですかね。はい、日本の企業何社か受けたんですけども、その中で当時は京都セラミックと言われてた会社、今京セラと呼ばれてますけども、それの貿易事業本部というところで採用していただきました。そして、地元北九州に戻られたのは何歳ぐらいの時ですか。帰ってきたのが34歳の時です。ですから京セラという会社に入って、1年経って京セラ香港というところで駐在3年間いたしまして、その後京セラアメリカで4年間営業として働かせていただきました。全くここまで門司港レトロビールの話が出てきてないんですけれども、そこからどうしてこの門司港レトロビールの会社が設立されたんですかね。アメリカから帰国しまして、家業を手伝うことになったんですけども、はい、家業を手伝いながらそれまでの経験を生かして、機械商社を設立しまして、そのアメリカからの機械、道路用の機械および部品等を輸入する会社を作りました。はい、で、アメリカに出張するのが年に4回とか増えてまいりまして、その中でちょうどアメリカの小規模醸造地ビールが解禁されて、どこの町に行っても地ビールがあるというのに遭遇したわけです。で、それでそのいろんなところで飲ませていただくビールはなかなかうまいなと思っている中で、一つの大きな出会いがあったのが、はい、多古町、北九州市の姉妹都市ですけども、多古町の取引先が多古町の地ビールレストランエンジンハウスというところに連れてっていただきまして、多古町の丘の上でちょうど門司港のように海が見えるところなんですけども、そこで、飲んだビールの味、まあ感激しまして、はい、そこのちょうどその社長さんが私の取引先の友達だったんで、その方のアドバイスをいただきながら、はい、話をしながら、これは自分でもできるんじゃないかというふうに思った次第です。で門司港っていうのはなんで門司港だったんですか。今お話しましたように門司港というのが、はい、多古町で飲んだビールのイメージ、港を見ながら飲めるビールという美味しさで、北九州に戻ってきた時にそういう場所はないかと思ってたのと、それと同時にちょうど北九州市が門司港レトロ地区の開発に力を入れ始めた時で、これもご縁なんですけども、ちょうど、私の友人の片山君というのが市役所に勤めてまして、その彼に相談したところ、門司港にいい場所があるぞということがきっかけで、門司港だから自分の思い、港の見えるところでビールを飲みたいということ、また門司港がそれから発展していくという、観光的に発展していくところであるということ、また片山君がたまたまそこの今のレストランをやっているところですけども、そこが空きビルであるということを知ってたという、まあ、ご縁ですね。これがつながって門司港でビールを作るようになりました。はい、じゃあこれまでの経歴っていうのがなんか関係なさそうに見えても、実はこうつながっていってるんですね。そうですね、これに至るまではそれこそ醸造機械を入れたのも私のカナダトロントの取引先の社長の友人がカナダでビールの醸造機械を作ってたということで、そこの醸造機械を入れることにもなりました。で、はい、その醸造学っていうのも分からなかったんで、大学時代の友人が京都の酒造りの息子で、じゃあ醸造というのは何かというのをそこの酒蔵に行って研究室長の方に一日醸造とは何ぞやというのを教えていただいたり、
とうとう本当にいろんな方のご縁をいただいて、うん、まあ、開店までこぎつけることができました。まさにこのたくさんのご縁をつないでというようなお話を聞くことができました。では続いてのテーマ伺っていきます。レトロの街で地ビールをということなんですけれども、門司港で飲むことができる地ビールっていうのはいろいろ種類があるんですかね。そうですね、基本的に3種類、バイゼンという小麦を使ったビールです。少しフルーティーな香りのするビールです。ドイツのバンベルグ地方で飲まれるビールですけども、これと2番目がペールエール、これはイギリスで普段飲まれている少し淡い色のエールビールですね。それとピルスナ、これはドイツスタイルの本格的なピルスナというラガービールになります。それとあと一つは季節によっても変わりますけども、定番としてあと一つあるのは桜ビール、これは門司にちなんだ門司駅の裏にありました大日本ビールで作られてたビールを復刻させて作っております。いや、私バイゼンと桜ビール飲んだことあるんですけど、すっごい美味しかったです。はい、ありがとうございます。特にバイゼンは昨年の、はい、日本の地ビール審査会という日本で一番権威のあるコンテストなんですけども、うん、それで日本一をいただきました。そして門司港地ビールといえばやっぱりレストランがですね、知られていると思うんですけれども、このレストランにもこだわりが詰まっているそうですね。そうですね、1年目はもう何が何だかわからないままいろんなものを作ってたんですけども、ある特色を出していかなきゃいけないということでピザを作り始めまして、はい、でそのピザもピザ窯を据えて本格的なものを作ろうということで、いろいろ試行錯誤していく中でピザ生地っていうのは普段は普通のところはパン酵母で作るんですけども、うん、うちは自分のところで使ってるビール酵母を使って生地を発酵させると、でその生地がかすかにビールの香りが残ってるというピザを作りました、うん、そして焼きカレーなんかもありますけれども、焼きカレーもこだわりがありますか。はい、焼きカレーも門司港で一つ有名になってるんですけども、はい、特色のある焼きカレーを作りたい、また違ったうちの良さが出るものということで、これも試行錯誤しまして、水を一滴も使わないでビールで仕込んだバイゼン焼きカレーというものを作りまして、もうこれアルコールは飛ばしてますけども、これもバイゼンビールの香りが残った焼きカレーです。やっぱり味わいが違ってくるんですかね。違いますね、やはりビールの味が移る、またその味の深みが出るということで、なかなか美味しいものができたと自信を持っております。そして店内の雰囲気もなんかアンティークな感じで、すごくいい雰囲気ですけれども、なんかこだわりはありますか。 ありがとうございます。はい、この机なんですけれども、はい、これは1800年代の半ば以降、1900年の初めまでイギリスの普通の家庭で使われてたアンティークの家具なんですね。で、はい、これを、これもご縁で熊本のジョンブルさんというところで、うん、これを紹介していただいて、まずこの机、このテーブルが決まって、これに基づいて、レストランの内装を決めると、このテーブルありきで全部の雰囲気が決まりました。あ、そうなんですね。まさにその今座ってらっしゃる机がそうなんですね。はい、はい、そして今年毎年門司港地ビール工房 のイベントといえば九州オクトーバーフェストがかなり人気イベントですけれども、今年は開催はどうだったんでしょうか。最後まで開催する方向で、検討を続けたんですけども、やはりコロナウイルスの関係で、うん、イベントを自粛せざるを得ないだろうと、でお客様から随分期待されて、質問等もあったんですけども、今年は自粛して、で来年以降にまた再挑戦しようと思っております。通常はどんなイベントなんですか。これ九州オクトーバーフェストといって、これ日本で初めてやったことなんですけども、地ビール会社5社が集まりまして、オクトーバーフェストビールというある企画、フォーミュラー1的な企画があるものを
3月に仕込んで長期熟成させたものを9月10月に飲むということで、5社がその同じ時に仕込んで、その5社のそれぞれ企画の中で違った出来栄えのビールを飲んでいただくということで、うん、日本でただ一つのイベントだと思っております。いや、ビール好きにはたまらないイベントですから、ぜひ、ね、来年は開催してほしいなと思います。はい、はい、ということで、レトロの街で地ビールをということでお話を伺っていきました。それでは最後のテーマを伺います。本物を作りたいということなんですけれども、あの宮本会長は一時期海外だったり、東京だったりとかっていうこといらっしゃったこともありますが、ここ生まれ育った北九州に対してはどんな思いをお持ちですか？北九州っていう町大好きなんですけども、はい、なぜかと言いますと、適度に田舎で適度に都会と、それとその適度な田舎の部分にくっついてる人情味のあったかさ、それとその人と人との関わりを大切にするという文化、これは非常に居心地がいいですね。ただし、一つ足らないと思っているのは文化の匂いが今一つしないなというところがありまして、その食文化、ビール文化で少しでもお役に立てればというふうに思っております。そして先ほど新型コロナウイルスの影響でイベントも中止になってしまったという話もありましたが、やっぱりこの新型コロナの影響は大きかったですか？大きかったですね。3月のある日の売り上げが昼夜スタッフ8名出して1日の売り上げが1万5000ということがありまして、うん、ものすごい落ち込み、それもありまして、4月5月6月というのは閉店をしました。営業自粛しておりまして、で、7月8月と今開けておりますけども、このウィズコロナを見据えて一旦門司港のレストランを9月いっぱいで、閉店して、小倉の方に縮小移転ということで、小倉の米町にレストランを、門司港地ビール工房の文化を小倉の方に縮小して移転し、これを存続させていくというつもりでおります。また時期がアフターコロナということになりましたら、また門司港の方に、その時の場所等のこともありますけれども、戻ってきて、港の風を受けながら飲めるビアレストランをやっていきたいと思っております。だいたいいつぐらいに開店を予定されてるんですか？はい、小倉の方の店は11月中には開店できると思います。で、門司港に帰ってこれるのは、早くて、2年後ぐらいになるのかなと、まだこれは未定のところです。いや、門司港の皆さんも、ね、待ってると思いますから、また戻ってきてほしいという思いもありますね。では最後に宮本会長の今後の目標や夢を教えてください。一つ、これは話しますとお前はバカじゃないかと言われるんですけども、自社で作ったビール、またオクトーバーフェストに出ている仲間と一緒にドイツのオクトーバーフェスト、これはミュンヘンだけではなくて、ドイツというのはいろんなところでオクトーバーフェストをやられるんですけども、その中の一つの地方都市バンベルグという町のオクトーバーフェストに、まず自分たちの作ったビールを持ってみんなに飲んでもらって、ドイツのビールと比較してもらうと、それが成功した暁にはミュンヘンのオクトーバーフェスト会場の隅っこかちょっと出たところでも、本場の人たちに我々の作った自信作を飲んで評価していただきたいと、そこまでできるような品質を求めていくのが自分の夢です。夢というか、これは目標ですね。はい、なんか門司港っていう言葉がこう進出していってほしいですね、どんどん。はい、ありがとうございました。ということで、今回の北九州ジンズ館は門司港レトロビール株式会社会長の宮本翔吾さんをゲストにお迎えしてお送りしました。宮本会長、ありがとうございました。ありがとうございました。